パンうまっ。それしか言ってない。パン好きだね。パン、パンなぁ。パンうまっ。わかったってお前。何したいんだ、ツイキャスって。まあ質問ちょっと読むんだよ。パンうまっ。いや、わかった、うん。みんなわかった。余裕あるぞ、クズハ。なんで俺のせいに。ここしか聞こえないからって。おいしいパン食べよう、今度。いや、じゃあ、いつ行く？救急車聞こえるって。うそ。お前、しゃあねえわ。うん。はぁ、うめ。では、質問コーナー。はい。黒沼2周年、チャンネル登録者数10万人おめでとうございます。現在、お二人の考える黒沼の目標をぜひ教えていただきたいです。あ、目指してるものがありまして。ほう。浦島坂田線になりたい。なるほどね、アイドル。そう。浦島坂田線か。でも、ベクトルとしては、多分一番近いよ。浦島坂田線の皆さんも、普段自分の配信とか、その中でオリジナルの曲出したり、ライブやったりっていう。自由度が高いけど、その歌に重きを置いてるみたいな。なんかあれよね、アイドルとしてとかユニットとしての活動と個人としての活動が、うん、いい意味で別のものになってる印象はあるね。自由度が高い人か、うん、企業さんになりたいです。あ、あの最後のね、うん、まあ元々の活動方針みたいなのあったじゃん、こういうのを目指していきたい、こういうのをしていきたいみたいな。そうやっけ。そう、は割と浦島坂田線さんとかに近いんじゃないかな、ベクトルは。ベクトルはけど、うん、まあだから俺は、うん、ビッグになって、うん、お金をいっぱい稼ぎたい、とんでもないぐらい稼ぎたいということで、今僕たちが目指す目標は、あ、2人の目標なの。だってこれ黒沼の目標って書いてある。あ、多分一人一人のビジョンでいいじゃん。ああ、でもどうだろう。俺のその画欲のに偏るのは、まあでも黒沼か、ちょっとなんか、ね。まあでも僕もそんなベクトルよ。そう、俺の目標を反映させちゃっただけで、黒沼ってなるとそうだ。個人か、個人は割とこういうふうな好きなゲーム実況者さんみたいになりたい。ユニットはこういうユニットみたいな活動したいが多いかな。はいはいはい。だね。それがあれかも。せや。じゃあ具体的な目標なら多分10万人突破とかだったけど、ワンマンはしたいなって思う。ワンマンなぁ。ワンマンは一つの目標よね。美味しいパン食べたいね。さっき叶ったじゃねえか。クロノアとして美味しいパン食べたい。意味わかんないでしょ。これうまっ。何食べた今。それどこ入ってるやつ。うん。僕うめえわ。ね。はい、ネクストコーナー。はい。出た。お互いに初めて話した時、または初めて会った時の第一印象はどんなでしたか？俺なんか前言わなかったっけ？なんか前話した時もせんこともないけど。なんだっけなぁ。第一印象と話したこと。まあなんか初めて喋った時どういう風に感じたかって。岩永さんが、岩永さんだった。お前は僕のこと。何も見てなかった。いや、そんなことないけど、うん、あまりにも岩永さんすぎて。通話したときはじゃあ、会ったのはそれこそだけど、初めて通話したとき。あー、パブジ馬を。あ、出た出た。あれ、なんだっけ、言ってたな、パブジの23キロだっけ、うん、動画出したのに、うめえやつ出てきたんだけど、みたいなことを思ったって言ってたよ。普段ってのは聞いたわ。なんかそう、パブジがうまかった。なんか見してくれたんだよな、パブジやってんの。今パブジやったらもうちょいうまくできるから。うん、ボロボロでむずいか。周りが強くなった。まあそっか、うん、はい。お互いの好きなところを5つ挙げてください。一番多かったです。過去一番多かったです。特に前回クズハ君が答えていないらしく、クズハ君の知りたいみたい。俺答えてないんだ。というか前回があったんだ、お互いの好きなところ。TV じゃない。あったかも。え、ほら、僕の好きなとこ、こうこう寄ってくれる。照れなくていいんだ、何でも言ってごらん、受け止めてあげるよ。なんだろうな、サシャ貴重すぎる。
あ、5個 ?5 個5個って、でもこれ印象だいぶくるよ、これは今後のこういう風に見る。これで奢ってくれるとか本当に答えたらこいつ奢ってくれる、金すると思ってするんだよなって。いやそれがさ、そう自分に、いや違う、だから否定しろ否定よ、俺はふざけんな。明確な、うん、理ですよ、奢ってくれるっていうのは。まあまあまあ間違いない。だからそんなん言ったらさ、奢ってくれるサラダ、よそいでくれる、焼肉焼いてくれるとか。あ、それそれ、そういうの、ま、そういうんじゃないよ、多分。まず3つでしょ、だからやめてやめて、もう全部じゃん、それを1つ何でよそってくれたっけ、ほか。違う違う、パスする、質問。さっきなんか、さっきサラダ、うん、サラダね。いや、なんかいろいろよそってくれる、うん、稼いかな。あとじゃん、いろいろよそってくれる、奢ってくれる、なんかサラダ焼き肉もういいよ、スキップしても答えなかったら。いやでもそう、パッと浮かばないだろ、そういうの。いいよ、もう介護全部ひっくるめても全く同意同意なんや、ほとんど同意を、うん、また言われる、なんてクズハワクルノワに付き合わされてるだけだまた言われる、お前5つは多いよな。でも正味おもろい、一緒にゲームで楽しいもさ、はいはい、まあ言ったら近いしいいじゃん、ああそういう人間の見方を実際する。うーん、いや、クサはこういうのね、言わんのよ、そもそも。なんだろう、本当に思いつかない。なんだろうって顔見られるとなんかちょっとドキッとしちゃった俺が。なんでだよ、吟味されてると思った。あ、そう、名前されてる。そうそうそう。こいつのどこが好きなんだろうって。そうそう。別れる前のカップルやん。だって。自分の気持ちに気づいちゃうカップルだった、今。あれ、俺ってって、ね。そう。あれ、こいつ、なんでこいつと一緒にいるんだろう。いいよ、スキップしても。僕はお前がそんな言葉にしなくてもお前の気持ち、ちゃんと分かってる。いや最初は、うん、なんかそういうの言わんから、割とこう、うん、なんだろう、なんだろうな、こう、どうでもいいみたいな態度を取るじゃん、いつも。俺が？そう、なんかこれ、そんなことない。違う違う違う、なんだろうな、これどうするみたいな、時に、うん、あ、どっちもいいよ、みたいな、あんま興味なさそうに言う、いや、違う違う。タイプじゃん。違う、なんでもいいんだよ、俺は。そう、だからその、今はもう付き合い長いから、うん、マジ、どっちでもやるんだろう。やるし、うん、別にこっちじゃないとできないとかはないんだろうなって時にどっちでもいいよって言ってんだなって思うけど、はいはい、最初の頃は嫌なんかなってこいつもしかしてなんか無理やり付き合ってんじゃないかなって思ってた、はい、僕も思ってた、思う時はあった。なるほどね。今はそれこそなかったから、周りの人も思ってんのかな。そうだから、だからそのクロノは無理やり付き合わされてるもそうよ、多分ベクトルとしては、はいはい、それをこうあれしてる。なんかね、前も話したんだけど、この話、裏で。そうだっけ？そう、マジでどっちでもいいんよね。そう、マジで。嫌とかなくて。いや、まあ、嫌がゼロかって言われたら、嫌はあるんだけど、そうそうそう、その、基本なんでもいい。二つの際的にね。うん。それマジでなんか、三者、第三者から見ると、うん、嫌なのに嫌々付き合ってあげてる風に見えるやつ。けど、うん、別に実際そんなことなくて、勘違いされやすいところ。うん、いや俺ね、基本的に自分が最適解を出せるとは思ってないから、うん、全部人任せ。選択に自信を持ってる人の方を信じたい。マジで嫌だったら嫌って言うし、嫌な時はやんないって言うし、渋る時は押したらやること割とある。拒絶はマジで嫌なんだろうなとか、無理しなくていいよって言うけど、もう付き合い長いからわかるけど。どうする、スキップする、うん、スキップする、5? 5? まあ5はきつかったらいい、ね、3でもいい。まあ3でもいいよ。でも出そうとしてるじゃん。いや、スキップか3か。テンプスキップしますか。まあだから言葉にできない。いや、だから優しいね。出た出た、誰にでも言えるやつね。いやいやいや、ああああ、優しさは分かってる。 お前が僕のこと大好きなのは知ってるよ。お前のその自信は何なの？過剰なまで。僕は二次三次には嫌われてると思ってるけど、うん、そのライバーさんには、クズハンには嫌われてると思ってないから、ね。他の人には直接聞かんし、うん、なんだろう、
好かれてると思って嫌われてたらショックじゃん、うん、嫌われてると思って嫌われてたらさ別にショックそんなないじゃん、で知ってたけどねってなる、はいはい、まあ虚勢かもしれんけどちょっとけどクズハンには嫌われてると思ってないからねそもそも自信ありきだそうです。はい。